鳥持ち女は、オランダ黄金時代の画家ヨハネス・フェールメールが1656年に描いた絵画。キャンバスに、油彩で描かれた作品で、ドレスデンのアルテマイスター絵画館が所蔵している。鳥持ち女は、風俗画に分類される絵画で、売春宿の情景が描かれた作品である。描かれている女性二人のうち、 左側が鳥持ち女と呼ばれる娼婦と客との仲介をする女性で、男性二人のうち左側の人物は、フェルメールの自画像だと考える研究者もいる。天文学者、地理学者と共に、フェルメール自身の署名と制作年が記されている、わずか三点の絵画の一つである。フェルメールが描いた最初期の風俗画で、その作風には1622年頃にディルクファン、 バビューレンが描いた鳥持ち女のような同じ主題を描いた作品からの影響が見られる。研究者や美術視野の中には鳥持ち女がフェルメールの絵画としては異例な作品だと評価するものもいる。ピーテル・スー・イレンスは1950年の著書で鳥持ち女が間違いなくフェルメールの新作だとするならば、 自身の作風を確立すべく探求と模索を試みている作品だとしている。また、エドアルド・トラウト・ショルトは1940年に24歳当時のフェルメールの気象が十分に現れている作品であるとしている。鳥持ち女はトゥフツオフのワルドシュタインコレクションに所蔵されていたが、1741年にザクセンイコーアウグスト3世が購入し、 自身のドレスデンの美術品コレクションに収蔵した。酒場のレンブラントとサスキア。右手でグラスを掲げている男性が、レンブラントの自画像。シャーラタン。左端にいる人物が、フランス・ファミリースの自画像。レンブラントが1629年に描いた、自画像。鳥文字、女の左端の人物像と類似点が見られる。 エッセンシャルフェルメール2.0のザ・プロク・ユリス・エビデンス法・ A フェルメールセルフ・ポートレートによると以下の根拠から鳥持ち、女の左端にいる人物像がフェルメールであることを主張している。以上の慣習と特徴はレンブラントやフランス・ファミーリスなどの絵画で確認できる。鳥持ち、女の左端の人物像は上の5つのうち4つの特徴を持っている。 さらに、以下の点もこの説を補強している。以上のことから、鳥持ち、女の左端にいる人物像がフェルメールの自画像である可能性は高い。しかし、確証はない。ありがとうございます。